はい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 、ボギーさん、ボギーさん、そしてですね、ジュンさん、面白いことが起こっとるやないっすか。私見ようとしておりました。何が起こっとる、知ってる知ってる、沖縄県知事玉城デニー、沖縄県知事玉城デニーがですね、台湾に行っちゃおうかな、台湾に行っちゃおうかなとか言い出したでしょ。で、お前この微妙な時期に何を知り台湾に行くんだと、お前日本と台湾の仲が悪くなったらどうすんだ、行くんじゃねえとこれ言ってたんだけれども、なんとですね、玉城デニーがですね、台湾に行こうかなって言った次の日にですね、中国共産党、中国共産党のですね、大使館からですね、お前は何をしに台湾に行くんだ、行くんじゃねえっつってですね、止められていたことが判明しました。止められていたことが判明したんです。そして、ビビった玉城デニー、うおさおでございますよ。今ね玉城デニーですね、いろんな声があるというのは届いております。実際ですね、一体この中国の大使館側がですね、何をお願いしてきてるのかちょっとよくわからないからですね、調査中でございますという形でですね、玉城デニー、うおさおしております。これをね、いろんな方が笑ってるからですね、ぜひそれをお届けしたいと思いました。動画を作りました。どうもやめてくださいでございます。ほんでね、ただね、俺ね、本気でね、俺ね、言ってほしくないと思ってんのよ。本気で言ってほしくなくて、今ね、めちゃくちゃ微妙な時期って知ってました？知ってました？これね、後で読むんだけれども、今ね、もうすぐですね、台湾の総統選、1月だから2ヶ月後くらいにですね、台湾総統選、もうね、これ多分ね、台湾の命運をですね、左右する、もう戦争のような選挙になるはずなんですよ。ね。今、簡単に状況を言うとですね、今はですね、与党民進党、蔡英文さんとかだよね。この、蔡英文さんがですね、いらっしゃる党がですね、まあ、与党でございますのでね、台湾の独立とまではいかないまでもですね、中国から台湾というのは、中国と台湾は別のものでございますと、台湾には台湾の自由がありますというですね、非常にいいですね、考え方をしておられる党がですね、民進党、蔡英文さんなんだよね。で、困ったことにね、相手の野党がですね、これまた、結構中国とズブズブ、中国とズブズブ。だからね、もしね、このね、総統選ですね、野党が勝ってしまうと日本にとってはですね、かなり良くない状況になるんですよね。中国習近平が言ってる通りですね、武力を使わずとも台湾を征服できるとか、そういう状況になっちゃうのよ。だから野党には負けていただく必要があるんだけれども、今ね、野党がね、変な形でまとまろうとしてるのよ。まとまっちゃおうと、まとめてですね、一人の候補者を出そうとしてるのよ。でね、これね、一人のこうね、野党がね、まとまられてしまうとですね、多分ですね、民進党負ける可能性が高くなってくるんですよね。親中派がですね、台湾で実権握りかねない状況だから、こんな時には、この記事のやつら、今ね、これ台湾の状況はね、日本人として頭にぶち込んどいた方がいいと思うので、このね、わかりやすく書いてる記事見つけておりますので、お届けしたいなと思うんですけれども、その前にさ、玉城デニーを笑わせてもらってよろしいですか？だってお前中国にですね、台湾に行くんじゃねえつられてるさ、右往左往してるんだぜ。お前ざまあかんかな状況じゃないね。玉城デニーはですね、これね、11月の10日にですね、私は台湾に行ってきますと、この間中国に行っていい身に会ってきたので、ちょっと台湾にですね、じゃあ中国様を代表してですね、台湾に行ってですね、一括してやろうかななんて思ってますみたいな、感じでですね、なんかね、台湾に行くって10日に言ったんですよね。したらですね、次の日ですね、日本の中にあるですね、中国大使館の報道官がですね、突然言いましたね、玉城デニーは何をしに行くんですか、台湾に行かないでもらえませんかと。でもこれさ、ある意味さ、主権侵害なんだけど、ムカつくじゃない。じゃあ読んでみる、その記事ね。いやいや、玉城デニーは行かないでほしいし、ザマーという感じではあるんだけれども、てめえいちいち格うるせえでこの野郎とかいう気持ちもちょっとあるんだよね、中国にね。はい。沖縄知事ですね、台湾訪問に断固反対であるとね、在日本、中国大使館が談話を発表してしまいました。これで玉城デニーがですね、あおーんとなってるんだね。在日本、中国大使館のですね、報道官は11日、沖縄県のですね、玉城デニー知事が11月の下旬に台湾を訪問すると表明したことについて、中国はあらゆる形式の日本と台湾の、公的なですね、往来に断固反対するというですね、玉城デニー、お前は台湾に行くんじゃねえというですね、談話を発表しました。この談話はですね、日中平和友好条約など4つの政治文書の原則を守るように求めておりまして、台湾独立勢力に誤ったシグナルを送らないように要求すると表明をしました。玉城氏はですね、7月に訪中をして、中国の李強首相とですね、会談をしていたのね。中国に来てウハハやってたりとかですね、なんで次はお前台湾でウハハしようとしてるんだという形で、中国から怒られるという状況です。そして、ね、沖縄タイムスはですね、都合の悪いこの記事をですね、たった2行の記事でまとめました。玉城デニー知事の11月の台湾訪問、公的なですね、往来に断固反対だという形で、中国大使館が談話を発表しちゃいました。はい、これ、いきますよ。これ、2行の記事ね。はい、中国大使館の報道官は11日、玉城デニー知事が11月の下旬にね、23日ですよ。あと1週間後な、台湾を訪問すると表明したことについて、中国はあらゆる形式の日本と台湾の公的な往来に断固反対するという談話を発表しました。で、これでビビった玉城デニーがですね、何を言ったのかね、どこだか、この談話を発表したことへの受け止めやね、台湾訪問の日程への影響
供について記者団に問われてまして、情報収集とした上で、情報収集をしているとした上でですね、対応する姿勢を示した。なんでだろうね。日本政府からの要望にはですね、何一つ答えてくれないんだけれども、中国政府からの要望にはですね、もう前向きに検討しますみたいなこと言ってんだよ。お前はどこの国の男なんか、よう分かりやすいよね、これね。内閣府で開かれた、中国、沖縄振興審議会へのですね、出席後、記者団からですね、受け止めを問われました。玉城知事はですね、いろんな声があるというのは届いております。実際ですね、何をですね、中国大使館がお願いをしているのかというのがですね、よく分からないんだとお話をしました。玉城知事のですね、台湾訪問に、表明についてですね、この中国大使館の報道官は11日に、中国はあらゆる形式の日本と台湾の公的な往来に断固反対するとの談話をですね、発表しておりましたという記事ですね。これね、これ下手するとさ、コーヒー飲んでいい？中国がさ、なんかさ、台湾にいてスパイしてこいであるとかさ、もう爆弾抱いて行っちゃいとか、なんかそういう指示があったとしたら、このバカはね、玉城のバカはですね、もう従ってかね、従いかないんだよ、こいつね。これどうする？これどうします？これ多分ね、中国大使館から、行くんだったらこういう条件だって条件突きつけてくると思うんですよ。で、それをね、飲む可能性があるんだよ、日本の知事のくせにこいつ。で、この状況をですね、はい、自民党のですね、これ山田博さんでございますよね。これ、杉並区の元区長ね、杉並区長時代の山田さんとですね、私はですね、当然山田さんが私のことをですね、認識しない状況で、昔、杉並でお酒を飲んだことがございます。あるんだよ、以前。山田さん覚えてますか？知らないよね。あの頃ですね、まだ若そうだった私のですね、お酒を飲んでいただきました。ありがとうございます。なんか怖い顔だったのはよく覚えております。そのね、山田博さんがですね、これについてですね、ちょっとですね、デニーをいじる、デニーをいじるんでございますわね。さあ、玉城デニー、沖縄県知事はどうするのか。知事はですね、我が国領海の沖縄県管轄の島々を犯し続けている中国には、中国訪問してもですね、一言も抗議をせずに平身抵当の一方ですね、同盟国のアメリカに対しては基地の撤去を求めて何度もアメリカを訪問してですね、抗議をしてきましたよねと。今回ですね、一旦決めたですね、この台湾訪問をですね、まさかまさかの中国の指示の要求、指示と要求でやめてしまえばですね、玉城デニー知事のご主人様が一体誰なのかより明確になるであろう。その通りであろう。で、わかるよね。これこの一週間でですね、玉城デニーのね、ご主人様が誰なのかわかりますよ。これで台湾に訪問しないとなったらですね、もう完全にこれ習近平のしもべでございますよ、玉城デニーさん。そういうことでしょ、そういうことでしょね。で、行くとなってもですね、何やら、なんか、みんな、中国大使館にこの男が行かないかどうかよく見といて、で、電話もかかってきたりとかしないか、秘書の皆さん見といてね、中国から何やらおかしな指令を受けた上で台湾に行ってですね、そしておかしな行動をしていたらですね、もうやっちまってくださいよ、やっちゃってる。あとですね、これね、八重山日報、八重山日報さんも大爆笑。ね、八重山日報っていうのはですね、これ、沖縄でですね、極めて正しい報道をやってるですね、非常に貴重な報道機関でございましてですね、これね、ね、沖縄タイムズとかですね、琉球新報とはですね、全く違う、全く違う、真実のですね、正しい情報をね、流している。これがですね、八重山日報さんでございますな。その八重山日報のですね、コラムでですね、なんかね、これいじってきてます。いじってきます。映像、読んでみる。久しぶりに驚いた。玉城デニー知事がですね、台湾訪問を発表したのに対して、なんと中国大使館の報道官が断固反対すると反発をしたのである。で、知事はですね、台湾政府の関係者との面会予定を組まないなど、もう中国に最大限の配慮をしたとも取れるですね、スケジュール調整をしていただけにね、もうね、中国のしもべみたいなですね、中国の、台湾のですね、政治家と会いませんとか言ってたんですよね。なんだこいつ、ほんと失礼だよね、もう行くんじゃねえとか思ったんだけど、こんなね、まあ、中国への配慮なんだよ、それね。中国の配慮とも取れるですね、スケジュール調整をしていたときに、中国にはですね、当然事前に話を通してあるんだろうと思っていたらですね、なんと通していなかったみたいなんだよね。なのに先方からですね、断固反対だ、などというですね、談話を発表されてしまっては、知事のメンツが立ちませんよね。それでもね、日本の知事でございますから、中国の大使館なんか無視をすればいいんだけれども、玉城デニーは中国が大好きだからね、言うことを聞いてしまう可能性があるよね。これで台湾訪問取りやめたら、お前も大変なことになっちゃうぞ。もう俺の動画も大変なことになっちゃうぞ。そうなったらね、知事のメンツが立たないと。知事がせっかくですね、対中国融和的な姿勢を示していたのに、中国人もですね、おとらげないことをするもんだとね、はしごを外すなんて大爆笑ということですね。知事のですね、台湾訪問は、アジアのですね、平和の構築を目的とした地域外交の一環ですとね、昨年の8月、アメリカのペロシ下院議長
長が、台湾を訪問しまして、緊張が一気に高まった際にはですね、県内の基地反対派から、中国を刺激をした、ペロシ氏をですね、非難する声が上がってしまいました。今回ですね、知事が中国の反発を押し切ってですね、台湾訪問を強行するんであれば、基地反対派は断固知事を批判した方がいいよ。だって、ペロシと同じことをやってるってことなんだからさ。やだ、打ち毛バン、打ち毛バン。そもそも中国を怒らせている時点で、今回の台湾訪問は県が言うですね、地域外交の目的から逸脱するのではないですか。もう、やいや、まあ、日報さん、もう意地が悪いんだから、そんな言い方して、うん、でも楽しい。いずれにせよですね、最大の問題は、日本の知事のですね、外国訪問に、いちいち口出しをする中国の傲慢さにあるおっしゃる通りですよ。大国であることを振りかざす態度が続く限り、知事はともかく、沖縄県民の民心が中国になびくことはないよ、おっしゃる通りでございます。ボロクソ言われてます、ボロクソ言われてます。こんな感じなわけでございますよ。ほんでね、ちょっとね、台湾に話を移していいですか。いや、今日ね、ほら、日米首脳会談があったじゃないですか。で、いろいろあったのは知ってるんですよね。バイデンがですね、日米首脳会談の後ですね、習近平っていうのは独裁者だと思いますかという記者の質問です。うん、独裁者だと思うよって言っちゃってですね、それまでですね、習近平は一生懸命ですね、アメリカにすり寄って、特にアメリカ企業にすり寄って、ボロボロのボロンチョのですね、中国経済をですね、立て直そうと一生懸命交渉していたにもかかわらずですね、その後でですね、習近平は独裁者って、よぼよぼバイデンが言ってしまったせいでですね、もう中国としてはですね、もう極めて無責任だって、反発するしかなかったのね。でもですね、いつもの反発、強い反発ではなくてですね、何や柔らかめな反発で来たんですよ。もう俺はこれで楽しかったんだけどね。あとですね、なんだっけ。あ、そう。日米首脳会談の中でね、当然ね、台湾有事の話があったわけですよ。で、習近平はですね、これで台湾への、数年以内の軍事行動はないって言ってくれたらしいんだけれどもね、言ってくれたとか言ったらなんか嫌だね、こんなね、丁寧語を使う人が言いやがったらしいんだけれども、わしゃ信じません。そんなん信じません。中国なんていつでも約束を反故にする国でございますから、もうね、うちのキッシーはですね、粛々とですね、軍拡を進めてくれると思いますよ。もうそれで全然 OK だしね、はい、そのね、台湾なんですよね。その台湾でですね、これね、俺もちょっとね、ツイッターで振りなんだけれども、なんかね、冷静だな台湾とね。で、これでアメリカがですね、中国に対して非常にね、いいことを言ってくれたんですよね。中国に台湾の総統選にはね、総統選挙だね、今回のね、に介入しないように求めたね。中国は絶対にこれ選挙に介入してくるから、もう今の時点からアメリカが中国に釘を刺したんですよ。これはいい牽制です。ものすごくいい牽制。なぜかというと、親中野党がまとまりかけてるからという状況があるんです。はい。ということでですね、これね、今年の1月あと2ヶ月もう切ってますよね。後に2ヶ月後ぴったり2ヶ月後ぐらいかなに迫ってまいりましたですね。コーヒーを飲んでいいかね。喉が渇くんだ。2ヶ月後に迫ってきたですね、この台湾の総統選についてですね、現状をですね、ちょっと把握しておきましょう。これね、台湾有事がですね、割とね、近づいてきてる感じがあるから、僕らとしてもですね、この状況をちゃんと把握しておかなきゃいけないよね。そして、民進党ね、今回蔡英文さんではなくてですね、頼清徳さんが出られますよね。安倍さんの盟友だよ。安倍晋三さんの盟友が出るんですよ。それは僕らとしてはもう全身全霊でですね、こっちを応援しなきゃいけないよね。はい。その民進党がですね、ちょっとね、この状況で野党が結びつくとですね、かなり追い込まれた状況になっちゃうという話になってますので、ちょっと読んでいきましょうか。いきますね。台湾総統選に大異変と。これ本当にね、やばいんですよ。負けちゃう可能性があるんですよ。親中派が勝ってしまうという異常事態が起こる可能性があるんですよ。はい、急転直下の野党統一候補へと、選挙戦仕切り直し、野党連合は最後まで持つのかとね、これ、野党同士が結びつくことはね、ないって言われたんだけれどもね。いや、結びついちゃいそうなんだよね。でも分かんないんだよ。まだ分かんないんだけどね。いきますよ。はい。ですね、2024年の1月に行われる台湾総統選に向けて、事態が大きく動いていると、これマジでね、戦争状態になると思うよ。本当にすごいことになると思うから、よう見といてね、これね。はい、11月の15日に台湾の最大野党、国民党と、第三野党のですね、これね、台湾民衆党っていうところがあるらしいんですけども、がですね、総統選でですね、統一候補を立てることでなんと合意をしてしまいました。で、世論調査を軸に候補者を決めて、18日に結果を発表するともしていると。でね、今ね、民進党ね、与党民進党がですね、支持率 35% くらいかな、大体ね。でね、これね、野党の2つ、この野党のね、結びついてしまいそうなこの2つを合わせるとね、45% くらいになっちゃうんだよ、確か。もうちょっとかな、もっと増えるのかな。だからね、負ける可能性出てきたのよ。となると、中国は労せずして台湾を牛耳れる可能性が出てくるってことなのよ。で、これは本当にまずいのよ。で、こんな状況で、ね、もう中国の手先みたいな男のね、アホのね、玉木大臣に言ってほしくないんですよね、俺ね、はい。
ね、もともとですね、この野党両方ともですね、それぞれ独自の候補を擁立していたので、野党は分裂状態で支持が分散をしていました。そのため与党候補はですね、相対的な優位を保っておりまして、選挙戦を有利に進めていたんだよね。で、野党統一候補が正式に決まってしまえば、与党優位で進んでいた情勢が一変しまして、選挙戦が仕切り直しとなる可能性が極めて高いと、というかね、負けてしまう可能性があるんだよね。で、野党連合はね、これね、難しいと思われてたんですよ。ね、俺もね、そう思ってたよ。野党総統選にはですね、与党民進党からですね、頼清徳さんね、安倍さんの名優ね、が出馬をしますと。それに対して野党陣営は国民党がですね、これなんていうの、ユンさんでいいの、ユンさんでいいの、これね、新平市長、新平市長でいいのかな、民衆党がですね、これカーブンテスさんという方かな、カーさんがですね、台北市長、前の台北市長かな、をそれぞれですね、公認候補に決定をして、選挙運動を進めてきたほか、本杯のですね、創始者、カクさんがですね、なんと無所属での出馬をですね、模索をしてると。ね、このね、本杯の創業者が出るというのはなかなかでかいよね。支持率がね、でもね、まだ一桁台らしいんですよ。8% か 9% くらいだったと思います。でも、割と大きいよね。割と大きいよね、それね。はい。野党候補の乱立によって、直近の各種世論調査では、この頼清徳さんですね、与党のね、頼清徳さんが支持率で3割以上維持し続けておりますので、このユンさんとカーさんがですね、それぞれ2割前後で追っているという状況でございます。だからね、この2人が合わさっちゃうと 40% 超えちゃうんだよ。4割超えちゃうの。となったら、頼清徳さんがやばい状況になるんだよね。はい、野党候補が乱立をしている状態ではですね、与党候補に勝つのが難しいと。そのためですね、野党陣営の中からは、協力をして統一候補を立てるべきだという意見が相次いでいました。実際10月に入ってからは、そうした声に半ば押される形で、国民党と民衆党が、野党協力を模索するという協議を開始していました。ただですね、大半の両党の関係者や研究者などは、本当に野党統一候補が誕生する可能性は低いと考えてたんですよね。なぜならば、野党連合の最大の焦点は、ユン氏とカー氏のどちらが総統候補になるかでした。で、ここでね、話し合いがうまくいかないと思われてたんですよね。はい。国民党はですね、台湾を統治をする、中華民国のですね、建国時から長年国を率いてきた政党でございまして、総統候補をですね、擁立しないことは、プライドからもあり得ずですね、支持者の理解も得難いんですと、野党統一候補を決めるプロセスによっては、ユン氏がですね、統一候補をですね、断念をして、副総統候補に落ち着く可能性もあり、野党連合とは言ってもですね、国民党の本音はこのカーさんですね、カーブンテスさんに、副総統候補を受け入れさせる一本化にございました。一方の民衆党もですね、総裁選、総統選の、一番の狙いは、同日に実施される立法委員選挙で 議席をですね、上積みをして、選挙後の議会でですね、キャスティングボードを握るということにあるとね、勢力を拡大したいということですね。同党の幹部によればですね、議会で影響力を発揮して人材も揃えていて、2028年に政権を取ることを念頭に置いてるらしいんですよ。だからね、このカーブンテスさんがですね、副総統候補になってしまっては、選挙戦で国民党の中に埋もれてしまいまして、議会での勢力拡大に失敗する可能性があるとね。だからこそね、結びつくの難しいと思われてたんだよね。また仮にですね、この母さんがですね、総統候補として当選してもですね、新興政党の民衆党にはですね、政権運営をですね、担える人材が不足をしておりますと。政権を担えるような状況にないんですよね、新興政党だからね。はい、リソースを持つ国民党に頼ることになってしまいまして、うまくコントロールができなければ完全に傀儡政権ね、操り人形になっちゃって、民衆党が没落をする恐れがあるとね。首相を廃止するために、野党にですね、休んじられなくなったですね、自民党と協力をした、日本の社会党のような末路を歩みたくないという、なかなか言うじゃないか。その通りなのね。で、コーヒー飲んでいい。一旦は自民党とですね、結びついた社民党で、社会党ではね、当時ね、あったんだけれども、あの後没落をしていったよね。今や国会議員は確か一人だよね。福島みずほだけだよね。あれと同じような状況になりたくないっていうことを言ってるんだよね。でですね、以上のそれぞれの思惑をですね、両党の執行部は理解をし合っていたのと。だから世論調査では、このカー・ブンテスさんがですね、支持率でリードをしていることが多かったため、統一候補の選出方法として、民衆党側はですね、あえて国民党が飲めない条件と考えられた世論調査のみによるですね、決定方法を支持しました。それに対して党員数が多いですね、国民党は、野党の支持者によるですね、予備選挙方式や、それとですね、世論調査を組み合わせた方法などを提示して、両党とも全く譲らずにですね、交渉は膠着をしていました。有識者、有権者のですね、期待に一応応えるために表向き野党連合への意欲を見せながらも、実際は相手が条件に応じないから悪いんだと責任の押し付け合いをしていたという状況だったんだよね。で、候補者登録の期限が迫ってきて、前総統が動きました。総統選のですね、正式な、候補者登録は11月の20日から24日に行われますと、もうあと3日後だね、はい、行われると。その前にですね、世論調査または、予備選挙を行う必要があるため、11月に入ってからは時間的にも統一候補を擁立することは困難になったと見られておりました。で、事態がですね、急変をしたのは11月の10日であると、国民党のですね、マーさんだよね、前の総統だよね、このマーさんがですね、世論調査に
によって統一候補を決めることを呼びかけたわけですよ。この直前にはですね、このマーさんの、側近や関係者が相次いで中国を訪問していました。国民党のですね、習主席ら執行部はですね、私たちの提案はもともと世論調査による決定であると、マー前総統の発言は走られて伝わっているなどと釈明に追われ出しました。この民衆党もですね、このマー氏の発言を受けて動きが突然慌ただしくなったんですが、まあね、前総統でございますからやっぱりね、影響力がすごいんだよね。でね、このカー陣営はですね、前総統の提案に感謝をするとはしたものの、当時はですね、このマーさんが言ったから国民党が動くかどうかっていうのは分かりませんとね、野党連合の実現に向けてはまだ懐疑的でございました。ところが国民党側が一気に態度を軟化させるわけですよね。要するに議員が多い側がですね、統一もいいんじゃないかって言い始めるわけです。15日にはですね、このマーさんも仲介をする形で国民党と民衆党の間で会合が行われてしまいまして、民衆党側の条件を事実上受け入れる形で野党統一候補の擁立に向けての方針に合意をしたと。やばいでしょ。ちょ、コーヒー飲んでいい？はい、これまでの膠着状態に比べれば、極めて大きな前進であることには間違いございません。一見すると、野党がようやく一致団結をして、支持率が3割から4割で伸び悩むですね、与党の雷清徳さんにですね、勝てる体制が整いつつあるように映るんですと。しかし実際にね、野党連合が機能するかどうかっていうのは、なお不透明さが残る。日本もさ、野党連合ってよく言われてるけれども、うまく機能したこと、一回もないよね、ぶっちゃけね。例えば合意内容は支持率が上回った方が、総統候補になるとしているものの、11月の7日から17日に行われた世論調査の結果、世論調査 の結果のほか、国民党と民衆党がそれぞれ内部資料を持ち寄って、検討するとしておりますと。で、これがね、公にされたですね、世論調査以外の要素も入っておりますので、選出プロセスの透明性が確保できなければ、両党の支持者からの理解を得られない。だって、両方ともね、応援したい人がいるわけでございますから。ね、日本のさ、なんだろうな、なんだっけ、日本の総裁選なんかを見てもですね、やっぱ高市さんとか岸とかね、河野さんとかね、いろいろ応援してた方がいらっしゃったじゃないですか。で、最後は決選投票になったけれども、やっぱり負けちゃった俺たち高市陣営はさ、納得いかなかったよね。ね。で、あれがもっと激しい形で今回襲ってくるわけだから、うまくまとまるかどうか微妙なんだよね。だから、負けた側がですね、雷清徳さんの方に回るということも間違いなくありますからね。だからちょっと難しいところなんだよね。はい。結果的にはですね、不満な側がですね、様々な理由をつけて合意を破棄する恐れもありますと。実際ですね、国民党は今年の5月に、このね、ユンさんを公認したものの、競っていたカクさんはですね、コウさんでいいのか、ユンさんの中でコウさんかな、わかんないや、コウさんにしようか。コウ氏をですね、支持するとの約束を保護にして、独自に出馬をですね模索して動くことを許してしまいましたね。だから本杯のね、創業者の方はですね、独自に動くという状況になっちゃったんだよね。だからそう簡単にまとまらないんだよね。また国民党と民衆党は選挙に対する目的も必ずしも共有しているわけではありませんと。国民党はですね、8年間の民進党政権にピリオドを打って政権交代を本気で狙っておりますと。一方で民衆党ね、新興政党民衆党はですね、口先で政権交代を掲げているものの、真の狙いは議会での党勢の拡大にあると。まだまだね、新しい政党だから政権担うほどの人材がいないんだよね。まずは数を増やさなければという状況なんですよね。国民党に取り込まれてまで政権交代を目指す気はなくて、あくまでも今回の合意を含めて国民党を利用することで政治的な利益を引き出すことを考えている。だからね、民衆党としてはですね、徐々に人数を増やしていて、まずは野党第一党、国民党から野党第一党を奪うとね、いう方が大事だったりするんだよね。今だってね、政権担うとしても多分無理だから、国民党の操り人形になっちゃうという状況なんだね。はい。総統候補では、ひとまず統一候補を立てることに合意はしているものの、立法委員選挙のですね、比例代表では、国民党と民衆党の競争関係は続くことになりますと。このカー氏はですね、今後も必要に応じて国民党を批判するなど揺さぶりをかけて、民衆党の方に有権者を引きつけようとするでしょう。そのプレッシャーに国民党が耐え続けることができるのか、野党連合が本当に継続するかの焦点になりそうであるとね。この野党の国民党と同じく野党の民衆党の支持者はどこまでついてくるでしょうかとね。無事にですね、野党統一候補が誕生して野党連合が機能し始めた場合、総統選挙のですね、情勢は仕切り直しになるのは間違いがございませんと。与党のですね、来氏のですね、相対的な優位は終わるであろうと。ただですね、野党統一候補が圧倒的なリードを持つとは限りませんね。現状ですね、有権者の3割の支持を得ている与党の雷氏に対して、ユン氏とカー氏はですね、それぞれ2割の支持を得ているので、足し合わせれば間違いなくその雷清徳さんを抜けそうだと。でもそんな簡単なもんじゃないよ、選挙はと。しかし民衆党やカー氏の層には、既存2大政党に嫌悪感があるから支持をしているという有権者も多いんですと。彼らの中にはですね、中国との距離感が近い国民党に取り込まれるくらいであるならば、民進党を支持するというですね、若年層の方も多いんだとね。
逆にですね、国民党の中にもこのカー氏の挑発的な発言に不満を抱いて、今回の急転直下の合意をですね、喜べない方々もたくさんいらっしゃるんですと、免受腐敗で、統一候補のですね、選挙運動を支持しなくなり、勢いが落ちてしまうという恐れもございますと、台湾有事が叫ばれる中、ね、台湾総統選のですね、結果が今後の東アジアの情勢に影響を与えることは間違いございません。いや、これね、ある意味日本の選挙よりもですね、東アジアを考えた場合は影響を与える可能性ありますからね。これで中国がどう動くか決まるんですよ、本当に。だからバイデンはね、台湾の総統選には中国が手を出すなってわざわざ首脳会談で言い放ったのよ。結構すごい選挙になるのよ、今回。だって米中首脳会談で話に出てくるのが台湾総統選なんだから、それは世界が大注目よ、これで一気にね、台湾総統選の結果が今後のですね、東アジアの情勢に影響を与えることは間違いございません。ただですね、今回の野党間合意がですね、実際にどのような影響を及ぼすのか、11月24日のですね、候補者登録期限が過ぎて正式に選挙の構造が判明するまで先を見通しことすることは難しいと。でもね、24日を過ぎて25日になったらこの野党合意どういう形になるのか判明します。だからね、こんな微妙な時期によ、こんな奴がさ、台湾に行ってさ、邪魔をせんでくれんかね。まあ、でも今回はですね、見事にですね、中国大使館からですね、お前は何をしに台湾に行くんだと、俺らは認めねえぞと言われましたからね、もうね、台湾総統選とはですね、もう比較にならないくらいね、アホみたいな問題なんだけれども、これでね、この一週間以内に、ね、デニー玉木が、台湾行きをやめるのか、ね、やめたとしたら、ね、日本政府の言うことは全く聞かないくせにですね、ね、なぜかね、中国の言うことばっかり聞くということがですね、判明しちゃうよね。そうだよね。でもね、このね、状況ね、この中国からやめるんだと言われてるのに、でも台湾にもし行ったとしたら、あらららら、これ中国から玉木デニーが、これ大批判されるという面白いことが見えるかもしれないんだよ。ね、もうどっちを選んでもですね、私多分動画作ると思う。あははって言いながらね。はい、ということでですね、今回ね、台湾総統選の非常に重要なね、記事を読ませてもらったんだけれども、まあ私としてはですね、玉木デニーがですね、中国からはしごを外されたというところがですね、面白すぎてつい動画にしました。ということで、ね、玉木デニーの動きはですね、結構重要だったりもするので、またですね、玉木デニーがね、アホなことやってね、笑われてる状況がございましたら、ですね、また皆さんにね、動画としてお届けしたいなと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。